始まりましたマイチューブ、イエーイ何か初めてやったんですけど何回目で初めてなんですけど中村舞子です。青木太郎です。じゃあ今回もやっていきましょうか、はい、せーの、マイチューブ始まるよ。これも初めて中村舞子のマイチューブはですね、うん、恋愛相談番組となっております、はい、私中村舞子は恋愛促進系シンガーとして、シンガーとして活動しているわけなんですけども、はい、そんな私たちにね、あの恋愛の相談を送っていただいて、はい、それにお答えするという番組になっております、はい、こうあの皆さんに送っていただいた恋愛相談、はい、あとそれ以外の相談、まあ、何でもね、あのいろいろ、あのお悩み相談お待ちしております。はい、はい、では一つ目のお悩みに早速いきたいと思います、はい、私今日ちょっと噛むねえ、行きたいみたいな、うん、まだちょっとねエンジンがね僕もねちょっとこうかかってないんだ、うん、あ、行きますよ、はい、大丈夫ですか。うんと、Mっ子さんからいただいたお悩みです、はい、うんと、彼と付き合っていると思っていたら付き合っていないと言われ傷ついています、はい、24歳女子です、はい、私の一つ下の女の子ですかね、うん、いつも舞子ちゃんの曲を聴いて勇気をもらってます、はい、わありがたい、はい、私はバイト先で知り合った社員の彼に告白しました、はい、実はまだ前回の失恋から癒えていないから少し待ってほしい、うん、だからゆっくり距離を縮めていこう、あ、はいはい、うん、と言われたので、うん、私は彼の傷が癒えたらいつか付き合えると思っていました、うん、彼は毎日メールもくれるし、うん、いろんなところにデートもしました、うん、半年くらいデートも重ねて、うん、キスもしたり抱き合ったりもしました、うん、彼が友人のために飲み会合コンをセッティングしてほしいというので、うん、友達を集めました、うんうん、その合コンで私が彼の彼女と自己紹介したらその日彼の態度が変になりました、うん、その夜問いただすとその合コンで自分も出会いを求めていたというじゃないですか、私と付き合ってないとまで言ってきました、うん、友達と見てると言われました、うん、デートの時は恋人つなぎで歩いたりもしてたのにショックでなりません、うん、こんな私は彼の恋人になれると思いますか、うん、ごめんなさいこんな質問で、うん、いえいえとんでもない大事な質問です。どうすか。私最近よく思うんですけど映画で、うん、男と女の不都合な真実って映画があって結構ラブコメタッチなんですけど、はい、あってだから男の人はやっぱり体で恋をするというか、うん、そういう部分がどうしてもだから脳みそよりそっち体の本能的な部分がやっぱ優先される瞬間が多いっていうのは、うん、そうだね、うんうん、どうしてもなんかそれはなんか一つ変わらない事実なのかなと思っていて、ね、そう思うとだから彼はそれ後から気持ちがついてきたらいいなと思って、うん、あの M 子ちゃんに思ってたのかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、意外に最初はさ、そうそうそう、誠実な言い方してんなって思って正直に言ってるよね、うん、そう感じるんですよね、まあ、優柔不断とも言えんのね、え、でもちょっとここがなんて言えばいいんだろう、うん、なんか失礼だなとも思うし、うん、その合コンセッティングしてほしいってあったじゃないですか、はいはい、そういうことをしてる女の子だってそういう関係もう男女の友情だけじゃないじゃないですか、うん、そこには、うんうんうん、その以上の、うん、ね、気持ちを持って多分接してた時期もあったのに、うん、合コンをセッティングしてほしいっていう、うんうんうん、そういうちょっと無神経さというか、うんうんうん、まあ、そこでお前も分かれよっていう彼なりのメッセージだったのか、あ、どうなんやろね、恋人になれますか。だってこれポイントはさ、デートの時の恋人つなぎだよね、うん、ね、これそうですね、これ普通の人絶対しないでしょ。しないかな、ね、だからいやどうなんだろうなになに、今度はそっちあれ今度そっち、 M 子ちゃんちょっといい、うん、私も似たような合コンとかないけど、うん、似たような経験があるというか、うん、すごい気持ちが分かるんだけど、うん、まだ付き合ってる付き合ってないっていう口、はいはい、約束を交わずにデートをしたことがあるわけ私も、うん、そう、その時はさ、うん、やっぱりで手をつなぐ時は恋人つなぎも私もしたんですよ。いきなり一発目、一発目の食事はしなかったけど、うん、何回か回を重ねていくにつれ、うん、なんかそういうもちろん抱き合ったりもしましたし、そのごめん、生々しくて嫌やけどでもそれは、はい、その丁な
気持ちやったってことだよね、うんうん、そうです。だから、うん、もうこのまま時間を重ねていくにいくつれ、うんうん、なんかその多分恋人っていう風な形に変わっていくんだろうなっていう風なこと前提で、だからそう思ってたんだもんだと思う、えむこちゃんもここに書いてあったからさ。だけどまあね、そこに一番大きな問題の合コンっていうものが、うん、ドンと壁が、こう事件がね、そう事件が起きたわけじゃないですか、うんうんうん、そこを踏まえてからのこれから彼と恋人になれるかっていう可能性をパーセンテージで言うとしたら、はい、好きやねパーセンテージパーセンテージ、うん、2割、あ出た 20%、はい、パーセントって言いながら2割って、あどういうことやねっていう20%、ね、70%、はい、えそんなに、うん、高い、なんで、いやその気になればなれるんじゃない、あただそれがいい、そうですよね、関係なのか、うん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 、長く続くのかは分かんないよね。あそっかね、長く続くか、幸せに長くね、不幸に長くついても仕方ないんやけど、分かります。だから目的が恋人になることなのか、うん、幸せになることなのかでだいぶ違ってくるやん、はい、か恋人になるなら、はい、兵糧攻めじゃないけど、はいはいはい、ありとあらゆる手を使えば、はい、なれる可能性があるやん。そうか、彼氏にとって彼女が絶対必要な人間になればいいわけじゃないですか。そうすればおのずと彼は振り向くけど、 そうか、それは本当に幸せなのどうかな、分かんないなっていうのかなっていうことか、うんうんうん、なるほどね、そうだね。でもさ、うん、20% って言ったのにはさ、はい、希望も私はさ、なんかそこには込みでさ、あの相談くれたじゃん、でうちら答えてるじゃん、うん、このうちらの話を踏まえての M 子ちゃんの気持ちの変化もあると思うのよ、うん、だからもしかしたら M 子ちゃん自身の彼に対するスタンスが変わるかもしれないじゃないですか、うん、っていう意味にも込めて、希望込めて 20% だね、 20% かな、うん、はい、いや天海くんちゃんの方が優しいんじゃない、本当、うん、僕はほらドライに僕は本当のことを言う、でもほらそれは逆言うと、うん、慣れることと幸せとは違うって言いたいからこそこういう表現して、ま、でね、揉めた方が番組的にもねまあでも本当に本気になったら僕8割ぐらい 80% ぐらいかなと思ってるけど、そうか、そうだよね、だってもうデートできてるわけやから、そうだよね、うん、あと本当になんかね、あのもう一押しで付き合える、要は必要不可欠な女性になれば付き合える可能性はあるけど、うん、はい、じゃあ本当にこの男で大丈夫かっていうのがまあ僕のなんかね懸念ですよね、うん、懸念ですよね、うん、まとめるとどうですかね、あじゃあ締めますね、うん、付き合えるかもしれない、うんうん、恋人になれるかもしれない、うん、だけど、うん、幸せかどうかは分からないよ、うん、お、はい、っていうのが私たちからの返答ということで、はい、えむこちゃん分かっていただけたでしょうか、はい、ぜひ合コンがどうなったか、はい、そしてあの彼と今後どうなったかっていうのをまた分かったらメールでもください、はい、それではせーの、マイマイ、ありがとう、マイチューマイチューマイチュー、はい、もうね10月14日ワンマンだいぶ近づいてきましたけどね、いやデイジアで私ワンマン初めてですから ね、はい、ね、いろいろ今仕込みっていうか、はい、この間ね、あの何だっけ、あの写真あアフロのアフロのカツラのね、はい、うん、だから一応ねグッズを充実させようということでですね、はい、ちょっとだけアフロのカツラも売ろうかなと思ってるんですよ。あ、なんか楽しい感じですね。グッズとして、はい、まだあのね聞いてる人想像つかないと思うよ。なんで中村舞子からカツラはっていうワード出てこないんだよね。カツラを売ってどう？カツラを売ったアーティストってあんまいない、うん。いないと思うんですよ。だからまだそうみんなにはハテナが多いと思います。なんで今いろいろねライブちょっとさやっぱり、はい、楽しいもんじゃないとライブって意味ないじゃないですか。うん、だからこうどうやったら楽しいかっていうのはまず自分らが楽しいということでまあ今グッズもちょっと充実させようとして、まあ、ある曲っていうか、うん、まさに10月今度ね、はい、発売予定の新曲の曲をですね、はい、ちょっとねなんつうのジャクソン5的な、はい、マイケル的な、あ、はい、子供の頃のモータウン的な的なみたいな曲にちょっとしてますので、はい、カツラを、うん、アフロのカツラかぶったらどうっていう話になって、そうでしたね、うんうんうん、じゃあお客さんにもかぶってほしいなと思って、はい、だからアフロカツラをグッズで、はい、ちょっとだけ売っちゃおうかなと
ポストカードと缶バッジも入れて新しい超激安ね、はいはいはい、みんなもですね、探すとドンキホーテでもどこでも売ってると思うんで、うん、売ってますからね。そういう感じでちょっとね楽しい集まりにしようと思ってます、はい、10月のライブは特にあのもうダンサーがとてもたくさん出てくれて、はい、みんなでワイワイするイベントなので。そうですね、うん、だからそう、まあ、だから10月14日にも近づいてきていて、うん、だからまあなんかそう歌う曲とかも改めてこう先行していってるじゃないですか今、うん、結構めちゃくちゃ多いんで、もう本当初期の頃のみんなが知ってる曲から、うん、そうです、ね、最近やっぱりこう新曲出して新曲のライブやるとやっぱ新曲だけになっちゃったりするじゃないですか、うん、結構短かったりするんで、うん、そういう意味でも、まあ、昔の曲、うん、ずっと応援してくれてるよって人たちも楽しめるライブにしたいなっていう気持ちが、新旧っていうか、はい、まあ赤村陽子のファンやったらね来てくれやんとちょっとね、これが来れへんだらもう他のライブね、うん、意味ないぐらいね本当に、うん、私たちというか中村舞子っていうシンガーは今本当に初めて拠点作りに勤しんでるわけですよ生々しいけど、はい、いやでもいいんですよ私言ってますから、うん、インスタとかでも、うん、そう拠点作りに勤しんでいるわけなので、うん、ぜひ本当にもう本当にストレートにみんなに来てほしいです、うん、私はなんかワンマンってそんなにね長い中でね、はい、やってなかったし、はい、もうちょっと東京でもねこうやってライブを今最近、はい、やっぱ今年増えたでしょ去年から今年にかけて東京でライブって、ね、まあ、ちょっと地方の方はね遠くからこの間も来てくれたりとか ね、 本当ですね、うん、大変なんですけど、はい、ちょっとまず、まあ、一応東京を中心に活動してるんでまず東京拠点にして、はい、他にもし皆さんが呼んでくれればどこでも飛んでくんで、はい、うん、なんでやっぱりワンマンは楽しくなければ意味がない、はい、楽しくなければワンマンじゃないみたいな名言出ました、うん、なんでちょっとですね、はい、かつらアフロカツラ被ってきてくれるのもそうですし、そうですね、なんかで T シャツじゃあ作ろうよみたいな、はい、そう、それが本題ですよ、うん、そうでツイッターでアンケート取ったんだよね。そう、ツイッターでアンケート取れる機能があるじゃないですか、はい、うん、あれをまあ私ちょっとやってみようということで、はい、うん、ちょっとね試しにアンケートを取ってみた結果がありまして、でも要はいろんな色をいっぱい、まあ、作ってみたんですよ、はい、で迷っちゃってもそうなんですよ、うん、だからじゃあみんなに欲しい色聞かないみたいなことがきっかけでちょっとアンケートを取ったんですけど、うんうんうん、まあ、そのアンケート結果をここ MyTube で言おうじゃないかと思って、うん、1位はダイヤモンドピンクですね、うんうん、そう、あのピンクのやつがあったじゃないですか薄い、うん、ダイヤモンドピンクにゴールドの文字っていうのが一応一番多くて 27% だったわけ、うん、27.5% だったんですよ、うん、これさほぼ女性だよね、男性好きよってやっぱり舞妓の中でも女の子の票を集めたのが可愛いピンクということで、ね、すごいね、はい、1位のダイヤモンドピンクのゴールド文字、うんうん、これをですね、10月14日のライブ限定で、はい、S と M のはい、10着ずつだけ限定で作ろうかなと、なるほど、思うんですけど、じゃあ、うん、もう T シャツはグッズとしてはベーシックなものを、うん、定番カラーと今回限定でそうみんなの一番票を集めたそうダイヤモンドピンクにゴールドの文字っていうのを20着限定で作るっていうことでしょうかね、はいはいはい、でこれ S も M もねちょっと M 遅く男性着れるから、はい、S は S でも女性ちょっとゆったりめ、結構大きめなんだよね、うんうんうん、全体ユニセックスですもんね、うん、なんで10着ずつしかない SM 合計で10着ずつだけ、はい、ダイヤモンドピンク、はい、作りますんで、では皆さんぜひ会場でゲットしていただければなと、はいはい、アフロのねカズラと一緒に、ね、あ、いいですね、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。最近どうですか、最近どうでした、最近、うん、ウェディングシンガーまたやってきたじゃないですか、あ、この間なんて、金沢、はい、私がずっと行ってみたかった石川県は金沢に行ってきて、ね、歌わせていただいたんですけど、はい、すごい兼六園っていう有名なね、はい、とこの近くでね、そうです、結婚式場、なんか日本三大庭園でしたっけ、うん、はい、なんか言うよねの一つの、うんうん、だからすぐまだ新しかったですよね、うんうん、式場自体は、ね、っていうところで去年かできたばっかの、はい、で何だっけ、でタクシーに乗ってさ、タクシーの人にさ、はい、なんか見るとこどこがいいですかって聞いたらさ、はい、やはり兼六園ですかねって言ってさ、はい、あのタクシーのうんちゃんね言ってはなんですがそれ以外はおまけです、はいって言ってたよね、言ってました、うん、ということでね、うん、私たちまあだからせっかく行ってみたかったところだからね、うんうん、ずっと
なんでちょっと観光もねしてみようってことで、うん、ね、うん、行きましたね。兼六園歩きましたね。結構まあね、いい運動だと思って、うん、でもね、どうでした兼六園。なんかやっぱりでも庭って、うん、あの大人の楽しみだなってすごい感じて、はいはいはい、でも、うん、でもすごい私楽しかったですよ。そうだね、やっぱね、マイナス4出まくりやし、そう途中でさバスガイドさんみたいなのがいてさツアーがね、ツアーの人がいてすごい説明がうまいから、はいはい、ついてったんでね。ついてきましたねただでいろいろ聞いてみんなもたまにちょこっとついてくぐらいだったら大丈夫だから、うんうん、見かけたらしてみると面白いかも。いいよね、うん、何だっけあの人、なんとかの見事やったっけ。はいはいはい、はい、何だっけ忘れちゃったダメじゃんダメじゃんっていうことだったり、まああとなんて、うん、バーに行ったね。駅前とか都心のね。あ、行きました。片町かなんかソウルバーっていうのがあってさ、ね、なんかちょっと一杯ぐらい飲んでっかみたいになってなりましたね。酔って、はい、どんなソウルをね、レイチャールズか僕は私はもうレイチャールズ聞くつもりで行ったわけですよ。僕はね、オーティスレディングとか聞かしてくれんのかなと思って、はい、行ったらさ、はい、飲んでって飲んでってなんかその後はもうあれですよね、そう、もう大阪弁、そう、大阪で生まれた女とか何やったっけ、あの不器用な男は何やったっけ、あれ川島英吾さんかとか、あともう美空ひばりとか。そうでしたね、海よって。何やったっけ、もう私ここ歌謡曲バーなんじゃないかなって思うぐらいの。ソウルバーって書いてあるのに J ソウルバーじゃんって確かに、うん、だから、ね、最後の最後でしたね、レイチャールズが聞けたの。でもほぼ、うん、私覚えてないですもう最後の最後で、しかもなんかマスターと話しながらだったじゃないですか、うんうん、でほとんど聞けてないです。そう、ずっとその、はい、なんか昭和のね、香りのするね、はい、なんか曲が流れてて、はい、で僕らがリクエストしてレイチャールズかけてもらって、そうですそうです。そしたらなんかバレちゃったんだよね、なんか歌ってる方ですかみたいになっちゃって。そう多分レイチャールズかけてくださいっていう人いないんだろうね。なんかな、そういうもんで、なんか歌ったりしてるんですかみたいになって、はいはい、なんか嘘つくのもなんやから、確かに、まあ、はあ、はい、うん、みたいな、いましたね。そしたらなんか厨房、うん、で田中真理子って言ったらさ、はい、厨房の人が飛び出てきたやん、ね、あー、できましたね、うん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 、そう、知っててくれたんですよね。そうなんかそんな話もしながらね、はい、で結局そこのそのマスターのおすすめの日本人アーティスト、はい、またそこから書き始めて、そうですね、結局レイチャールズ1曲ぐらいし2曲一応かかってたんですけど2曲目に関しては喋ってたんでほぼ記憶にないです。しかもそのレイチャールズ1曲もプレスリーのカバーとかだったんですよ、うん、まあねそう、まあ、そんなねちょっと忘れられない。だから、はい、もう加山雄三とか聞くとさ、はい、思い出すね。私も金沢思い出しちゃう。金沢思い出すね。どうも。そのような、そんな。というようなね、うん、あのなんていうんだろう、その準備の合間に私たちもそうやって行ってきたわけなんですけど。うん、地方に行けたりするとそういうこともあって楽しいですよね。ありました。うんうんうん、まあ、青木さんとこうなんだろう出会ってから10周年っていうのも、うんうんうん、実は10周年なんですよ。16で 10周年か9年丸9年。丸9年ですね、うんうんうん、じゃあ丸9年か。うん、あのっていうこともあったんで、なんとなくそのご飯食べてる時もなんか改めてそういういろんな話がなんかできたなってちょっと基本あんまりさ電車の中でもさ、はい、話する時としない時わざと作るじゃん。ああ作ります。新幹線の席も僕なるべく話そうとするの、はいはいはい、うん、なんか隣うざいやんお互い嫌でしょ。確かに。だから、はい、なんか新幹線もほら3列のさ、うん、はい、右と左やのに真ん中通らないみたいな。真ん中そう空いてくるとラッキーかなと思ったけど、はい、この間真ん中に人座られてね。でしたね、まあ、混んでたからね、はい、めっちゃ疲れたなあの時大丈夫隣、あ、そう、帰りの新幹線でさ、はい、隣の僕ら違う列やったけど、はい、隣の人が僕と全く同じようなポルシェ着てた、ね、いや私びっくりした。あれ奥さんなんで隣乗ってきたんだろうと思っちゃったぐらいでしたよ、うん、ね、あともし僕がまいこちゃんの席に座ってたら、はい、あともう一人でさこう揃ったのに、ね、あのビンゴじゃないんだから、ビンゴが揃ったのにさ紫のポロシャツね、このボーダーのやつがさ、いやびっくりした。あれなかなかやったよね。いや、うん、まあだから私たちはなんかそういうなんだろうな時間の過ごし方もしつつあの真面目に音楽に向き合ってますので、はいはい、まあ大抵音楽の話をしてますんで、はい、ちょっと私は孤独を餌にして音楽を作りますよそういう時期も、ね、はい、ありますよ。いやでも孤独っていうのは、うん、誰といても孤独を感じるもんじゃないですか。まあね、うん、なんか一緒にいたとしても、うんうん、でもその
人との距離感って、うん、なんかある意味私は大切にしたいんですよ、うん、距離っていうものを大事にしたいんで、だからまあその孤独とうまく付き合っていく術みたいなものを日々学んでますよ最近、うんうん、僕逆に友達古い友達が、はい、まあ、少ない一人二人いて、うん、その人だと年に一回も会わないけど、はい、でもよく感じるよその人。あ、本当ですか。だから例えば変なことを僕がしそうになったりすると、はい、ああこれするとあいつに怒られちゃうなとか軽蔑されんなとか思うといい、ね、ストップがかかる、はい、それって孤独じゃないや。あ、確かに、うん、っていうなんかそういう人が一人ぐらい、うん、まあ、あっちは思ってなくてもね一方的にね、一方的にね、こっちがねだとしても、まあ、都合よく友達をそうやって使えるみたいな、はい、なるほど。どうですかその孤独と言わずなんて言えばいいの。だからいいんだよ。あのなんかね、皆さんもこれするとまいこちゃんが悲しむとか喜ぶとか、はい、そうですよ、思っていただいて、そういうふうに使ってもらうの全然、ね、あのいいんですよ。みんなの夢にでも出ていきたいぐらいなんで、それでも歌を通してでもね、いいしね、もちろんそういうことかなっていう、なんかその存在感ですよね、うんうんうん、そうね、わかりました、うんうん、まあそんな感じで、はい、これからも頑張っていきましょう。はい、私ちょっと25歳で叶えたいことがいっぱいあるんですよそう、でも大吉出たんでしょ。そうですよ、すごくない。あ、ごめんなさいね、大きな声ですね。でっかい声してるよね、うん、そうなんですよ、うん、私あのお礼参りに行ってきたんですよ、うん、お礼参りってあの怖いところのお礼参りじゃないよ、うん、違いますよ、うん、あの初詣に行った、うん、ですごいなんかお仕事が増えたので、うん、お礼参りに行ってきたんですよ、うんうん、その時に引いたおみくじ、だから下半期の運勢でも引こうかなと思って、うん、それから25歳のあと半分の、うん、あ25歳の運勢を引こうと思って行ったんですけど、うんうん、大吉が出たんで、うん、ちょっと私やばいことになるんじゃないみたいな。だって2つ大吉出たんでしょ。そう、恋みくじと恋みくじやってんの個別でやっぱ気になる冷蔵のやってる人だよそうと、あと、うん、あの普通のおみくじ、運勢のおみくじ、どっちも大吉なんですよ。どっちも大吉出たんですよ。すごいね。うん、そうで、そう、父と一緒に行ったんですけど、うん、平日だったからじゃないって言われて、うん、意味のなんか仕組まれたんじゃないみたいなことを言われたんですけどそんなことするかな、しないしないから前向きに捉えてるんですけど、うんうんうん、まあ、そんな大吉の中村舞子に皆さんついてきてほしいなと思っております。そうですね、大吉をあのみんなで共有しましょう共有しましょう、はい、それではじゃあまたお会いできる日まで、はい、せーの、バイバーイ。